ホラー映画、ホラー映画、または恐怖映画は映画のジャンルの一つ。見る者が恐怖感、英語で言うところのホラー、フィア、テロル等を味わって楽しむことを想定して、制されているものを広く刺す。また、ゾンビ、殺人鬼など、観客に恐怖感を与えるために、ホラー映画で用いられる素材、題材を含むものを、それが恐怖感を与えるためのものか否かに関わらず、 ホラー映画とする場合もある。ホラーの他に、ジャンルの名前がそのまま感情の名前でもあるものに、サスペンス映画とスリラー映画があるが、これらは、ホラーと密接に関連している。また、スプラッター映画は、典型的には、血しぶきや残殺死体などの直接的な描写、スラッシャーとも呼ばれるによって定義されるジャンルだが、 これも恐怖感を引き起こす手段として多様さるため、基本的には、ホラーのサブジャンルとみなされる。サスペンスと同様性行為などのエロティシズムなども、内包されているものが多い。また、ホラーとは、対照的な存在であるコメディを一つの要素として、取り入れたと呼ばれるものも存在しており、これもホラーのサブジャンルとしてみなされている。映画創々期の19世紀末より、 ホラー作品の制作記録は多くある。1891年にエジソンがキネトスコープを発明し、デュミエール兄弟がそれを改良したシネマトグラフを発表した1895年、アメリカのアルフレッド・クラークによって発表されたスコットランドの女王、メアリーの処刑、ザ・エクスキュージョン・オブ・メアリー、クイーン・オブ・スコッツあるいはザ・エクセクショノフ、メアリー・スチュアートは、 世界初のホラー映画として名を挙げられる。ただし本作は14秒と非常に短いものであり、覗き窓から映像を見て一人で楽しむという現代の暗所で鑑賞する大衆娯楽という映画のスタイルとはまるで異なるものであった。後のホラー映画に大きな影響を与えた思想的存在としては1920年のドイツ映画カリガリ博士が知られている。 1922年の吸血鬼のスフェラトゥも著作権者の許可を得ない非公式作ながら重要な映画と位置づけられている。1925年のアメリカ映画オペラの怪人は千の顔を持つ男と称された名優ロン・チェーニーがサレコーベのような恐ろしいメイクでファントムを演じサイレントホラーの伝説的作品となった。ゴシックロマンを題材とし、 強力な個性を持った怪奇スターが看板となるホラー映画のスタイルを決定づけた。トーキーの時代を迎えた1931年、アメリカのユニバーサル映画は、マジン、ドラキュラとフランケンシュタインを大ヒットさせ、ホラーのリーディングカンパニーとなった。1930年に創生したチェーニーに代わり、ドラキュラを演じたベラルゴシと、フランケンシュタインモンスターを演じたボリス・カールオフがに、 大回帰スターとなった。他者も追随し、吸血鬼、ミイラ、狼男ら怪物たちや、エドガー・アランポー作品、ジキル博士とハイド氏等を題材としたホラーの名作が多く作られた。1940年代に入ると、チェーニーの息子で、狼男を代表作とするロン・チェーニー・ジュニアが回帰スターとして、台頭した。四十年代半ばには、ユニバーサルホラーは一作に、 複数の怪物が登場するエンテインメント色の強い作品が主流となるが、結果としてこの路線はホラーの衰退を招いた。第二次世界大戦後、ファンタジー映画の主流は SF に移り、ホラーは低迷する。それを復興させたのはイギリスのハマーフィルムプロダクションであった。ユニバーサルホラーのカラーフィルムによるリメイクと位置づけられるフランケンシュタインの逆襲。 1957年と、吸血鬼、ドラキュラ、1958年は、世界的にヒットし、両作に出演したピーター・カッシングとクリストファー・リーが、新たなスターとなった。続いてミイラ、狼男らユニバーサルの怪物たちも続々、復活した。ハマーの流星に対し、アメリカの映画制作会社エイプは1960年より、 ビンセント・プライス主演のエドガー・アランポー作品を原作とするホラーの名作を連続ヒットさせた。一方で独立プロのハーシェル・ゴードン・ルイス監督がストーリー性よりも過激な残酷描写による視覚的衝撃を重視する猟奇的な映画を制作。特殊メイクによる過激な流血描写を強調したスプラッター映画の誕生であった。1963年の地の祝祭日。 1963年以降、1970年代まで、ルイスは、この種の、地味泥ロ映画を量産するが、それらの作品は、俗悪な際物映画としか世間からは、認識されなかった。しかし、1970年代に入ると、それまで、血塗られた、墓標、1960年などの古典的な、ゴシック回帰映画で知られていた、イタリアのマリオバーバ監督が、 特殊メイクによる過激な残酷描写を取り入れた、血みどろの入り江1971年を発表。素人俳優をキャスティングした h g l u i s 作品とは異なり、国際的な知名度を持つ名優の出演と一流の技術よって制作された初のスプラッター映画として、世界に衝撃を与えた。バーバの シミドロの入江を皮切りに、当時イタリアで流行していたジャロと呼ばれる推理サスペンス映画が生々しい残酷描写を積極的に取り入れ始める。セルジオ・マルティーノ監督による影な禁獣1973年やダリオ・アルジェント監督によるサスペリアパートに1975年といった70年代のイタリア製スリラーでは犯人探しの推理ミステリーの体裁を取りながら、 地味泥のスプラッター描写を露骨に表現したことで、刺激に飢えた若い観客からの指示を得た。さらに、アメリカのトビー・フーパー監督による、悪魔の生贄、逃1974年、イギリスのピート・ウォーカー監督による、フライト・メア、1974年、カナダのデビット・クローネンバーグ監督による、ラビット、1977年や、ボブ・クラーク監督による、暗闇に、ベルが鳴る。 1974年といった高い技術と緻密な脚本、演出に支えられた現代的な残酷化ホラーが多く制作される。これらの作品は H.G. ルイスが狙ったような単なる表面的な血みどろ描写による刺激だけではなく残酷シーンの痛々しさを通して人間心理に潜む狂気や異常性の恐ろしさを描き上げたという点で当時としてはリアルで現代的な感覚を持った。 恐怖映画だったと言える。一方で1970年代には、ウィリアム・フリード・キン監督によるエクソシスト1973年の爆発的なヒットを皮切りに、オカルト映画の大ブームが巻き起こる。かねてから注目を集めていた占いや自称超能力者のユリ・ゲラーが仕掛けた超能力ブームに後押しされる形で、悪魔や心霊現象や超能力といった神秘的な、 事柄に対する人々の関心が高まり、世界各国の映画会社は積極的にオカルト映画を発表。ハリウッドは、ヘルハウス、1973年、オーメン、1976年、キャリー、1976年、イエ、1976年、オードリー・ローズ、1977年などの心霊現象や悪魔や超能力などを扱ったオカルト映画を、 量産し、工業面でも、非表面でも、大いなる成果を得た。娯楽映画産業に、勢いがあったイタリア映画界もブームに乗じて、悪魔や魔女の恐怖を描いたオカルト映画を量産。特にダリオ・アルジェント監督の、サスペリア、1976年は、ハリウッドの大作匹敵するほどの大成功を収めた。イタリアほどは大作は多くなかったが、スペイン映画界からは、ザ・チャイルド、 1976年が発表されて話題を呼んだオカルト映画の体裁を取りながらも不条理な風刺劇といった趣きの映画だが子供たちが突然大人を殺し始めるといった空話的でショッキングなストーリーが世界に大きな衝撃を与えたスプラッター映画とオカルト映画の流行に押される形でクラシカルなハマーやエイプ作品は衰退していくホラー映画も 新しい時代を迎えつつあった。なお、この頃まで、ホラーという言葉は日本では知られておらず、回帰映画の名称が一般的であった。2000年代、ソウがホラー映画界において異例の大ヒットを記録した。人間による人間の恐怖を徹底的に表現し、残酷なシーンの多様、究極の苦痛を求めた映画として話題を呼んだ。2003年には、 フレディ VS、ジェイソンのようなコラボ作品も劇場に登場し、世界中で反響を呼んだ。この作品は映画界において一つの新しい型を生み出し、本作を皮切りに以降エイリアン VS、プレデターのような他の作品同士のキャラクターを対決させるという映画会社の垣根を超えた作品が制作されている。2000年代のホラー映画に見られるもう一つの、 注目すべき傾向はリメイクであり、リングや呪怨などのジャパニーズホラーのリメイク作品がアメリカで次々に制作されている。洋画においては、悪魔の生贄、13日の金曜日、エルム街の悪夢、ハロウィンなどの有名作品がリメイクされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。